週生配信6月27日月曜日かな、はい、から梅おろし大葉鶏うどん、これ冷たいキンキンに冷えたねうどんですからね。で今年のね梅雨はちょっと雨が少ないんだって。そうなんですね。そうでも早くも、30度を超える日がちらほら出てきたと。暑いですよね。そうで、梅雨が明けたらもう本当に暑い日がもう続くから、そうすると体も疲れると、夏バテも起きてしまうと。そこでこのメニューがもうね救世主となって登場するわけですから。ぴったりですね、はい、もう一回言いますよ。6月27日から始まります梅おろし大葉鶏うどん、はい、このね鶏チャーシューは梅塩大葉チャーシュー麺、これの名残からちゃんと来てますからね。同じチャーシューを使います。クックマンの YouTube を見れば作り方なんかは載ってますけども、本当にねほろほろっとしっとりと柔らかくて、美味しいじゃん、鶏むね肉ってこんなにしっとりしてるのっていう、驚くぐらいの柔らかさ。一回タンパク質もとって塩分もとって、で冷たいものをお腹に入れてと、暑さを乗り切りましょう。で夏バテにいいと昔からされてるスタミナがつくと、うん、うなぎですだろう。もう露骨だよ、露骨だよ。もう書いてあります。あもうだって普段さこんなことやらないのにさもう取ってつけたようにね、そうだね、これもう業者さんに用意 してもらいましたよクックマこれあげるからって、うなぎフェア頑張ってよって言ってね、これいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。うなぎフェア、まあ、これもね、年によってうなぎの価格があるらしいんですよね。今年やっぱ値上げいろんなもの高くて低価格でやりたいなと思ってるんですけども、はい、もう交渉に交渉を重ねてですね、うな重、はい、1人前これね税抜きで2400円。おお、まあねまあね、うん、これ国産使いたかったのは山々なんですけども、これ国産ではないんですけどもね、やっぱりそれでもうなぎは高いと。はい、はい、だけどクッポン焼きますから。自ら焼くんですね。焼くよ、うん、ラーメンフェアじゃなくてもううなぎ祭り。おね、うなぎ食べたいでしょ。でうなぎのうなぎフェアをやる日が土用の丑の日が今年はね7月23日の土曜日なんだってね、うん、で、うなぎ祭りが7月22金曜日、7月23土曜日で7月24日曜日、この3日間、まず第1回目のうなぎ祭りはそれをやります。3日間ですね、はい、8月にも、うん、8月4日の木曜日に牛の日があるんだけども、おそらくやる予定です、はい、これはもうちょっとギリギリになってから様子を見て告知させてください。それとね前回も話したかな、うん、甘味がちょっと弱い、デザートが弱いっていう話してたでしょ、はい、これまで頑張ったぞクックマン。実は先ほどまでデザートの撮影をしていました、はい、これメニューの撮影ね。これがねデザートがとりあえず 1,2,3,4,4 つ、幸せプリンね、食べると幸せになると、カラメルのことを僕は幸せって呼んだんですけども、これをねたっぷり上にかけてるんですよ。上にかけることによって前までは下にカラメルが入ってたんですよね。ああそうですね、ね、うんうん、で改良したのよ、うん、上にかけることによって最後までね美味しくこう食べられると。で食べた後にはきっとねあなたは優しい人間になってると思うここからがね新メニューです。はい、はい、で一応和風レストランなんで和のデザートクリームあんみつ、これがね税抜きで480円。これも意外と写真では小さいかもしれないですけども、はい、たっぷりの量があります。それからねたくさん種類が食べたいわっていう方、2種類載ってるデザートがあります。小豆抹茶団子で、これちっちゃいお団子なんだけども、そこにあんこが乗ってて、きな粉がかかってる、こういう串団子なんですよね。それが抹茶の濃い団子になってます。これが3本ついて、はい、でかつ黒蜜きな粉プリン、これもねトロットロのプリンがあるんですけども、そこに黒蜜ときな粉をかけてよりまろやかにしてとろけるような、プリンです。はい、これの乗ったセット、これが税抜きで480円でね、ちょっとこれ勝負に出たいなと思って、福間世代とかそれ以上の人には懐かしいな、うん、これデザートなのかなってね、うん、思うんだけども、本当に王道いきます。昭和の公式ドリンク、クリームソーダー。しかもね通
通常は小ジョッキに入って、うん、はい、税抜き価格300円で普通のシングルサイズをやってるんですけども、うんうん、今度ね中ジョッキのでかいやつドンとソーダがたっぷり入ってて、でアイスがさらに2倍、だからソーダの量とアイスの量が2倍でですね、税抜き480円、もう昭和の公式ドリンクだから、うん、これをねもう飲んじゃおう。そうですね、ガブガブ飲んじゃおう。皆さんぜひ飲んでみてください。よろしくお願いします。甘味のメニューと、はい、あの冷やしメニュー は、はい、来週の月曜日からもう一斉にポーンと始まりますから、はいはい、そしてうなぎが、まずは第1弾が7月22、23、24と3日間、はい、これは焼きまくるぞ。このマスクがね黒くなるかもしれない。あと毎回お願いしてるんですけども、やっぱりね僕のチャンネルっていうのは、うん、登録者の割には、はい、再生回数が少し少なめなんです、うん、だからどれぐらいねこう浸透してるのかなとか、どれぐらい広まってるのかなっていうのがね、やっぱり不安要素の一つでもあるんだよね、はい、だから皆さんで、宣伝してください。ぜひこの日にここでやるよとか、こういうイベントやるらしいよってたくさんしてほしいんです、ね、今日のまとめじゃ言いますんでね、はい、はい、まずは来週の月曜日6月27日からですね、夏メニュー、それから甘味のメニュー、和スイーツのメニューがね出ますね。夏メニューが冷やし梅おろし大葉鶏うどん、はい、それから、キンキンに冷えたざるうどんで、各種ミニ丼のセットがおすすめということ、もちろん単品もございます、はい、それからですね甘味メニューの方が、チアーセプリン、これも定着してました、うん、1日10個から10、17、8個までね作れるようになりましたもんね。増えましたね。増えた。新メニュー、あずき抹茶団子ね、はい、と黒蜜きなこプリンのセット、和スイーツのお姫様クリームあんみつ、はい、これ名前クリームあんみつ姫にしよう。あな、お姫様だから。そうですね、いいかもしれない。じゃあよし、じゃあ名前変更、クリームあんみつ姫っていう名前にするから、はい、昭和公式ドリンククリームソーダダブル、7月22、23、24のうなぎをね本当に業者さんと掛け合って協力してもらって、大体1日ね50食ぐらい分ずつぐらいもうね確保できました。なくなっちゃったら本当にすいませんなんで、はい、あの予約もできればしといてほしいです、うん、ラーメンフェアと同様にね電話のみの予約、はい、はい、これ和風レストラン大家の電話番号を今から言います。 0287-203030 0287-203030、 これ和風レストラン大家で、電話した際にうなぎ祭りの予約希望、うなぎ祭りの予約なんですけどって、何月何日何時に何名で言ってもらえれば対応できますんで、はい、お願いします。できればねこれ予約もらった方が対応はしやすいんでね。そうですね、はい、うん、よろしくお願いします。というわけで皆さんね本当にたくさんの皆さんが見に来てくれて本当にありがとうございました。また何かありましたら緊急生配信いたしますんでぜひ見てください。次はあなたのところにクックマンが現れるかもしれない。じゃあな。Now.